ップが終わりです。スニーカーを、ほっすりほっすりということでね、本日紹介するスニーカーではなく、本日はね、少し前なんですけど、まあ、幕張のね、アウトレットにね、行ってきたんで、その時の様子をお伝えいたします。こんな感じだったんだよー。それでは、どうぞ。最初はね、ナイキ行ってきましたね。はい。ホースワンがちょっと珍しいやつ。なんかあんま見たことないホースワンがね、結構並んでたっすね。これ1万円ぐらいの黄色いのと、あと何柄って言うんだろう、このなんか和柄のなんかね、やつのホースワンとか、あとまあマックス95のこのボーダー、赤ボーダーがあったりとか、これがまあ1万、まあ約4000円ぐらいですかね。とか、あとまあこれ、すげえ SB があったっす、ダンク SB が。まさかの。なんか忍者柄みたいな。8000円ぐらい。忍者柄ですか。なんかおばあちゃんとかの巾着の柄風味なんじゃないかなんかありますね。はい。あとこれはテールウィンドですね。はい。これが9000円ぐらい。はい。ありましたし、あとね、この ACG の、なんてやつこれ、リアクトテラっていうのかな。はい。とかあったりとか、あとは、まあ、こんな感じですね。まあ、そんな、まあ、ちょっとぶっ飛んでるやばいやつがあったわけではないけど、まあでも、SB は、スーパーレアじゃないかと思うんですけど、あと、フォースワンのね、この、なんか、ジェルフォースみたいなやつもありました。9000円ぐらい、これも、はい、ありましたし、あとなんかね、面白い形のなんか、なんか未来の車みたいな形してるやつ。だから、はい、1万ぐらいとか、まあ、あと、フォースワンのね、これ、まあ、定番っぽいガムソールのやつとか、あと、スカイロンがこれ、すごい安かったような気がします。はい。これ8000円ぐらいかな。まあ元がね、スカイロン確か1万ちょい、1万2000円ぐらいだったか、そんぐらいなんで。あとこのね、なんか靴がすげえ、なんだ、UFO みたいな靴。3000円でしょ、これ。超安かったっすね。この UFO 風味感の靴。はい。あとなんか気になったのがこのホースワンの黄色っすね。なんか、素朴な感じいいっすよね、シンプルで。9000円で。これサイズね、僕なかったんでね。買わなかったんですけど、まああと結構買いすぎちゃったんで、抑えました。はい。あとは、なんかね、セルティクスのバッシュとか、セルティクスカラーのね、柄の。はい。あと、スタジャンとかもありました。あとね、これ、クロットとヘイブンのコラボのやつですね。これは、イルマとかのアウトレットにも結構大量にありました。で、幕張にも結構大量にあった風味感でしたね。あとね、これも、イルマの時にもあったんですけど、箱根駅伝とかで着てそうなダウンジャケット風味なんじゃないかなんかですね。はい。そんなのありましたね。あとね、モコモコっすね、ナイキの。このモコモコも結構、まあ、今調子いいのかな。あとね、これ、まあ、アシックス行ったんですけど、これちょっと気になったな、っていうのと、あと、ゲルクオンタムありました。はい。これめちゃくちゃ履き心地よくて、僕結構、長いこと歩くときね、クオンタムが愛用してます。PTG とか、ビッカーとか、あとは、ハイパーゲルライトとかもすげえ安くなってて、あとね、これね、何でしたっけ、ゲルカヤのかと思ったらね、ちょっとその安いラインというか、カジュアルラインなのかわかんない。サンキューとかで売ってたっすね。はい。あとはゲルマイも、5000円切ってたんで、すげえ安かったっすね。めちゃくちゃアシックスも、価格破壊を着てた風味感でしたね。はい。で、あとなんだろうな。あとね、個人的に、僕が購入したやつ、これっす。ゲルカヤノのニューヨークのやつですね。これがね、そう、2万ぐらいなんですけど、5000円ぐらいまで落ちてて、これも買いました。幕張までもうわざわざ取り行ったやつで、すげえ時間かかったけど、まあ、ね、取り寄せとかしてもらえない感だったんで、取り行ってきました。はい。これがオリンピックモデルらしいです。はい。2020とか書いてて、まあ、これはね、多分、まあ、定価なのかな。うん、セールにはなってなかったんですけど、まあなんか激しくてね、ちょっと、ね、目立つ風味感で、ちょっとね、ちょっとオリンピック意識してるんだよ感ありますよね。はい。ということでね、まあ、アウトレットの幕張にね、まあ、行く予定ではなくて、まあ、そのね、もともとその、ゲルカヤノが欲しくて、で、イルマ行ったんだけど、サイズなくて、で、まあ、近くの店舗でっつって、探したらもうギリ幕張とか木更津にあるっつってて、自分のサイズのやつが。それでゲルカヤノ、買いに行ったんですけど、いや、めちゃくちゃ遠いかったです。はい。そうっすね。すげえ、なんだろう。うん。それだったらなんか、別のとこで買って、
多少高くてもいいのかなと思うぐらいむちゃくちゃ幕張が遠くて、はい、でもまあ何とか購入できてよかったです。はい、ということでね、まあちょっと情報が前のになっちゃうんですけど、まあ今行ったらね、またクリスマスだったり年末になってたり、まあクリスマスは終わっちゃったけど、まあ年末とかで、であとこうまた来年になれば年始で、結構多分最近またアウトレットのまあ商品の入れ替わりとかセールがどんどん安くなってるかもしれない運転なんじゃないかな、なんでよかったらアウトレット行ってみてもいいのかと思います。ということで、幕張のアウトレット行ってきたらお疲れ様でした。以上です。どー